はようございます。コロン、おはよう。おはよう。シロ、シロ、おはよう。シロ、おはよう。すごいですね。おはよう。激しいシロに似てる。おはよう、キドン。はい、ということでですね、眠い朝ごはんを食べていきたいと思います。もうだいぶ遅い朝ごはんです、ね、もう10時半になってます。今日は10時半となってすぐでしたね。そうですね。だって春休みなのに、だいたいしほちゃんとか8時半とかに起きてくるのね、休みの日が。今日は10時になっても2人とも起きてこないので、まだが意味ね、一番早くね、うん、お休みの時に起きたの7時本当？私6時半か6時か5時にも起きたことある。意味は夜の3時に起きた。夜の3時だけどずっと眠れなくて、うん、6時くらいになったらまた寝たい。そんなに眠れなかった、うん、はい、じゃあ食べましょう。はい、いただきます。あ、バターなかった。バター、まあ、ちょっとだけいい。コロン、間に入ってるのね、コロンね。いつの間にか。いい、じゃあ私ごちそうさまでした。はい、スマホ見て待ってます。かわいい。コロン映ってないけど、コロンしてる。音出していい？え？音出していい？うん。何映してるの？まあ休憩ですね。午後の休憩タイム、スマホで。スマホで YouTube ゼルダみたいな。今スカイゲーム実況？うん。なんだっけ？風のタクトです。うん？風のタクト。ヒロンがワン。シロンがワンって言ってる？どういうこと？シロンが食べたいって、うん、あ、シロンが食べたいって言ってるの？ダメだよ、食べないよ。コロンは何してんの、そこで。コロン？コロンしてんのか。じゃりゃーん、食べれれれ。かわいいかわいいね。ごちそうさまでした。はいって言って舐めてくれた。はい、じゃあ少し休憩したらね、移動しますよ。今日は一日ちょっとね、忙しいので。わりました。違う、6% だった。何が 6%? iPhone 6% なの？うん、 6% じゃすぐなくなっちゃうじゃん。しほちゃん歯磨きするね。歯ブラシじゃないよ、歯磨き。あ、今日は下の洋服が違うのね。上は一緒だけど下が。ひみちゃんはズボン。ジーパン。ジーパン。で、しほちゃんは。ひみも歯磨いてよ。え？歯磨きなさい。臭いよ。くっさって言われる。おもちゃを取り合ってますよ。なんでリミが歯磨きの涙を投げるの？
日々髪の毛やろうか。撮影終わりました。はい、12時半でございます。やばいね、もう12時半になっちゃったね。でもさっきお昼朝ごはん食べたばっかりなのでまだお昼はね食べないんですけど、はい、これからねちょっとね実は明日からちょっとお出かけして、まあ旅行ってわけじゃないんですけどちょっと遠いところに行くので、はい、夜帰れないので一泊泊まってからホテルに泊まります。そうそう帰るので、白からそうそう白子、そう今日ね白子もホテルにね夕方行かなきゃいけないんだけどみんなで、そうなので預けなきゃ今からあのお泊まりする準備をしてもらいます。はいはい、パッキングですね。パッキングだとクマちゃんのご飯、クマちゃんのスプーンいっぱいクマちゃんのじゃあ準備決めちゃう。準備しましょう。はい、パッキング動画撮ろうよ。うん、パッキング動画もね撮影しちゃうと。あーしー、わかったよ。パッキング動画撮るの。ね、キッチンが映っちゃうでしょ。ギリギリ映ってないよ。よかった。汚いキッチンとか言わないで。GoPro なら絶対映ってた。あ、GoPro ならね。危ない危ない。大丈夫だよ。はい、じゃあパッキング動画撮るのでまず準備してください。なんかプープーだった。びっくりした。パパ。パパから電話です。リミ来たい。リミ出て。リミ。何？もしもしだよ。もしもしでしょ。もしもしだよ。最後ママ変わってだって。何？せっかくリミがしたもん。リミがめーうるさいってママに言われてる。気持ちは静かにうるさい。じゃあもう取れたの？じゃあひまちゃんと一緒に止められるってこと？え、違うの？あ、キャンセルできなかったのか。あ、そっかそっかそっか。キャンセルだよ、私から。キャンセルダメなのね。もう全額なんだ。あら、残念、せっかくね。まあいいや。じゃあそうしよう。しょうがない。だって、さすがにそんな大金払えないからさ。え、違う、私が払うんだって。ひほちゃんの金額じゃ払えないんだよ。4万あります。リミ4万ある？合わせて8万だろ。そんなにない。そんなにじゃないんだよ。21万ぐらい。ひもちゃんそんなのどうかな、使ってどうすんの。いいの、うん、いいな。もう欲しいものないもん。ないもん。ゴミ箱ぐらいしかないもん、欲しいの。なんかね、あ、でも1個あった。カメラ、GoPro の中2つともカラーで甘えてますね、リミちゃんは。リミほら、パッキングっていうかほら、旅行の用意しないと。明日ほら、朝早いんだよ。朝早起きしていかないといけないから。5時半にはもうお家を出てないと。そうだよ。早く、今のうちに頑張って用意して、今日は早く、なんで悲しいの？早く寝ないといけないんだからね。ね、春休みはほら、宿題もないんだし。ある。また言ってないよ、宿題。早くじゃあ行こう、早く行こう、早く行こう、早く行こう。リミ、言うの聞けなくなっちゃうよ。いやいや、リミ、休みを決めていこう。明日何着ていこう、楽しみだな。怖い。リミ、たまにね、シロのところもちゃんとゲージに入ってます。ね、ゆっくりしてるね。いつもそんな感じでしょ。うん、筋がこういっててよくわかるんですけど、お昼の状態は。お昼はね、だいたい2人とも寝ちゃってるから、そのままでしょ。でも喧嘩とかしてすごい時は入れちゃう。あと悪いことした時。じゃあ、しほちゃん用意してます。はい、リミちゃんの分もやってくれてます。いつもやってます。も行くの、スーツケースに入って。シロも行きたいの。シロカメラに興奮しちゃったじゃん。ちょっと今日ね、泊まりに
白子が行くのでこれちょっと用意したやつで、りみちゃんが今からご飯を作ってくれるそうです。りみちゃんがご飯をね取ってくれるそうです。はいね、りみちゃん作りましたので、じゃあこれをあげましょう。はい、ね、はい、じゃあね、もう遅いんで2時過ぎちゃったんですけど、遅いお昼ご飯食べます。はい、いただきます。喉乾きました。いただきます。はい、美味しそうですね。醤油味です。ビールですか。野菜シャキシャキしてて、うん、お肉もね、たっぷり入ってます。はい、はい、じゃあね、これを食べてりみちゃんの、病院行かなきゃね、指の、うん、ね、ずっと治らないので、ちょっと病院に一度行ってみようと思います。朝からちょっとね、遠出するしね。で、それ行ったら、白ころの準備して、ペットホテルに連れて行って、うん、で、ご飯食べて、忙しいね。ちょっと今日はスケジュールいっぱいで。はい。はい、じゃあ食べましょう。はい。はい、じゃあね、りみちゃんちょっとね、指が痛いのが治らないので、うん、分かんない、うん、ちょっとね、病院に行ってきたいと思います。じゃあ、しほちゃんはね、じゃあお留守番ということでお願いします。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい。はい、じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。はい、ということで今4時半なんです。はい、ということで今3時半なんですけど、リミが今病院行ってる間、私はね、お手紙を書いています。誰だかお楽しみです。はい、書いていきたいと思います。ちょっとバタバタですけど、シロコロ連れて行きます。ペットホテル。はい。シロコロ。コロも離れてるの。うん、ごめんね。よし、レッツゴー。シロンはね、平気そう。うん。シロン、シロン、シロン。シロンバイバイ。チトンになってる。うん。シロンバイバイの。かわいいの。チトンになってる。ね、チトンになっちゃったね。シロンバイバイの。シロンかわいいの。カロー。カナンはビビリ。震えてる。震えてるの。かわいいの。かわいいよ。お別れだよ。お別れだよ。ママどうしよう。どうしたの？シロンかわいすぎて離れた。じゃあ着いたのでね、行ってきましょう。シロンとシロンね、またね、迎えに来るからね。行ってきます。はい、行ってきます。今ね、シロコロを、はい、ペットホテルに預けてきて帰ってきました。はい。どうですか、寂しいですね、お家に。やっぱシロコロがいると。さっきシーちゃん泣いてたもん。泣いてた、確かに。カメラには映しませんでしたけど、シロちゃん泣いてましたね、寂しいってね。寂しいよ。なんかペロペロしそうな子がいるけど、すごいね。名前ペロンっていうの。ペロンっていうの？ペロン。ペロコじゃないの？あれ、ペロコ、ペロン、どっち？ペロン。ペロン、ペロンだね。ペロコ、ほら、ママ間違えたよね。うわぁ！怖い、怖い。怖い犬だね、ペロン。ペロン、かわいい。怖い、怖い、怖い。ほら。ほんとだ。シボちゃんにだけ懐いたけどね。ママには懐いてないね。もうダメ、優しく謝って。謝って謝るんだ。偉い子。なんか猫の犬だこと。はい、じゃあご飯を食べに行きます。イエイエイ
今日はちょっとパパがもうご飯いらないって日なので大丈夫大丈夫大丈夫もう麺のご飯ね麺類ご飯食べに行っちゃいます、はい、寿司ローじゃないくら寿司くら寿司行って混んでたら違うとこに行きます寿司ロー寿司ローも混んでますでも多分寿司ローの方が混んでないと思うくら寿司絶対毎回混んでるじゃあ寿司ロー行ってみようか寿司ローなら最近混んでないからねはいじゃあ行くよはい、レッツゴー。少しいる？でもちょっとぐらいだったらいいか。ちょっと待つ？一気に呼ばれてうちらだけになっちゃった。こんなこともあるんだね。はい、じゃあ今日はね、のんびりちょっと食べれないんだけど、パッパッと食べましょう。さあ、いただきまーす。いただきまーす。はい、じゃあ、スシロー食べましたね。お疲れ様でした。はい、じゃあ、お疲れましょう。はい。後ろでなんか、青鬼が聞こえる。青鬼が聞こえます。おはようございます。おはようございます。ミミ、昨日ね、お風呂入んないで寝ちゃったんで、朝起きてすぐお風呂に入っちゃいました。はい。ミロン。お風呂上がりだから全然靴下が履けない。うん。ミミも履けなかった。ミロン。買った。今日はじゃあ、お出かけするまでフィッシャーズですか？そうです。上の片付けとかするかな。あ、そっか、動きやすい。片付けするから動きやすいってそう。今日は春休み最後ラストラストラスト学校だラストラストデイだねねラストじゃあ春休みを楽しみつつ明日の準備もねもうしてるあ、もう OK だけど、ま、だでも明日も通勤と上履きママに名前書くあ、そうか、名前書くだけかそうわ、そう、上履きね新しくしたやつ、名前書くのか。やっ。黒のドライヤー好きだよね。黒は好きだよね。え？はや。あのね、シドンがここに来たかというとね、なんでかというとね、リミがね、ハロいいよじゃあ1個交換する、うん、リミちゃんはねピザがいいって言ったんだけどしほちゃん普通のバターがいいってほらこれはダメでほらダメよほら目を離した隙にねピザトーストチーズ食べられちゃったのいただきます、はい、
いただきます。ポロンにバターあるよ。ダメよ。はぁ、美味しさを知っちゃったからね。ねえ、ポロン、これね、ほら、ダメだよ。ねえ、見て、うん、これ取れてる。あ、ほんとだ、取れちゃった。ん、ポロン、あ、ポロン、ポロン、ほら、おいで、ダメよ、ほら、ポロン、ダメよ。カラララララ、カラララカラ、おいしい。カラララララ。ピザトーストもおいしいけど、前食べちゃったからさ。うん。バターがいいなと思ってる。今日はね、飲むヨーグルトにしてみました。君ヨーグルト飲んでる。うん、あれ、かけるの。え、かすんじゃないの。かすんじゃない。いただきます。手がすべすべ。どう、おいしい。飲むヨーグルトおいしい、ね、うん、おいしい。飲みすぎちゃうんだよね、飲むヨーグルトって。あの、パックで買うとさ、うん、結構カロリーが。どう？おいしい。おいしい。はい、じゃあ今日はこれを食べたら、冷たい。冷蔵庫入ってた。お部屋の昨日買ってきたものを使って、うん、お部屋をね完成させましょう。うん、はい。はい、じゃあいただきます。春休みまでにはね、あのね、お部屋完成させたいって言ってたから、今日ギリギリだね、うん、今日春休み最後、ね、あとは明日の学校の準備しなくちゃ。うんうん、でももうほとんどさっき終わってるって言ってた。うん、終わってる。あと上履き名前書いたりでしょ、細かいところね。うん、うん、と袋持っていかなきゃ。うん、だから今日フィッシャーズなの。そう、服装がなんかフィッシャーズなんですよ、今日。そう、張り切るために、お部屋を片付けよう。と、こんな T シャツ16度で結構暑いから。ん？こんなチーズ美味しい。ね、チーズ美味しいよね。チーズ美味しいね。なに？携帯タイム中。こちらも、いつもの流れですね。今から上で作るあの部屋のね、模様替えの途中をしていきます。ひどん、バイバイ。耳もくるんだよ。バイバイ。あー、楽しみ。これが一番でっかいやつ。そう、3種類あってさ。じゃあ早速でちょっとフィッシャーズ着替えよっか。そうだね、お外行くときは。はい、家の中はいいけど、ね、始めてじゃあ、はい、着替えてね。しんちゃん、いい匂い。着替えました。あ、ねえ、結んでたの。うん、私も結ぶ。結ぶ、着替えましたね。じゃあ、ね、しんちゃんも髪結ぶね。あ、はい、じゃあ結びに行きましょう。行きましょう。年頃の恋意味、子供っぽくなった。そうだね。あ、ごめん。そうだね。はい、じゃあしほちゃんもね、結びました。いいんですかね、これで。今日はね、ゴムが1本しかなかったんで2本にはできませんでした、うん、で、イヤリングは水色です。今日イヤリングは水色なの。そうだ、明日からは怒らなかったね。最後だからさ。はい、じゃあ用意しましょう。はい、キロンコロン。さあね、ちょっと着けましょう。散歩、はい、ちょっとお散歩にね。ね、おなコロン、キロン、キロンコロン行くよ。キロンコロン行くよ。
よ、行くよ。知らん。知らん、からん。今からお散歩行くぞ。あ知らんから行くぞ。シートベルトだ。早く車気をつけて。車っちも。芝生から行く。コロン頼もしいね。いいよして、いいよ。ピロン舐めたよ。舐めた？ピロン大丈夫かな。でもそう、コロンね、震えてない。シロンも震えてない。本当？震え止まった？シロン、うん、いよいよ出てるね。この辺から、この辺から行ってみますか。行って、あっちがいいな。あっちがいい。元気になった。ヒロン、カラン、カラン。お腹すいたね。お腹すいた。ご飯食べに行こう。お腹すいた。え？10万いってる。10万いってるよ、10万。マグロ丼。でも最近お寿司系大好きだね。常にお寿司食べてる。ママはこちら、白ごま担々麺。また赤い。ママ辛いのが大好きなの。おいしそう。パパのは取り忘れました。うん、もう食べ半分食べたカレーうどんとカツ丼。みんなでご飯で。似てる。似てる似てる。ねえ、写真撮る。これ似てる。もう違う。写真撮るの。似てる。似てるよ。見てるよ。ほら、似てる。似てない。似てない。あ、怒ってる怒ってる。怖い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 。犬を食べる。あーあー、汚い。フィーになっちゃう。フィーの大好きだもんね。パパが変な味がした。ここに開けるの、うん、ここね、ここやこうやって開けるのね。あー、ほんとだ。変な味方になってる。最悪。なんで最悪。はい、リミちゃんが頑張ってつけてくれたのね。リミちゃんじゃ足りなくないせ。シエちゃんの出番。なんかしょぼくないものかって。超やばくない？やっぱり100均じゃダメ。はい、今からね、上履きと雑巾とか
っとね、はい、名前のりとかね、名前書きします。ママこれ液状のりって書いてあるの嫌なんだよ。なんで買った後に嫌だとか言うの。これ買う時から書いてあったよね、うん、だけど見えなかった。だからしんちゃんが嫌だって言った。見えなかった。じゃあ取っちゃえばカバー。うん、最後チェー、明日の準備に入っております。最後チェック。お、偉いですね、ちゃんと書かないと忘れちゃうんだよね。最後チェック洗濯バサミ。洗濯バサミある。洗濯バサミでしょ。だってここに書いてあるんだ。洗濯バサミって書いてあるの、ね、うん、見たい。洗濯バサミ、本当洗濯バサミって書いてある。間違えちゃったんだよ。ああ、これ楽しいよ。どれ？やってみな。あ、それね。あ、やってた。待って。ああ、飛んでるじゃん。準備終わったの？明日の準備。ね、わからない。わからないじゃない。終わった。終わった、本当ね。ふーちゃんの丸。うん、丸。おー、すごい、ふーちゃんの方が光ってる。めっちゃ光ってる。なんかリミのね、ちょっと光がない。あ、でもできてるね。やらせて、交換しよう。あ、オレンジかわいいっしょ。ピンクの方がかわいいんだけどね。これ濃すぎる。あ、変になっちゃった。あ、これすごい早い。うん、ピンクの方が多分やりやすいんだよ。なんで？え、下手。なんかちょっとでもね、あれしてるんでやりづらい。あちょっと最高。かわいい。かわいい。かわいいよ。かわいい。かわいい。見て、ちーちゃん。なぜか。おお、起きた。リミちゃん、遊んでないで、そろそろ寝なきゃいけません。もう9時です。もう寝ましょう。スクチャー。まだこんなもこもこで寝てるの。もうすぐ卒業さ。バイバイ、おやすみ。